九州旅客鉄道株式会社常務取締役執行役員鉄道事業本部長菊永博之。続きまして博多駅長金前理恵。そして本日のラストランに乗務をいたします客室乗務員の平野美沙さんにもお越しいただきました。皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、九州旅客鉄道株式会社常務取締役執行役員鉄道事業本部長福永博之よりご挨拶を申し上げます。福永常務よろしくお願いいたします。今はですけども、上り列車の到着時ですね、そして迎えに準備をしました吉塚駅にもたくさんのお客様が来ていただきました。本当に嬉しく思います。と同時に、今日最後だなと思うとですね、少しやっぱり寂しさを覚えるというのも、本当でございます。 SL ステーションですね、長く走り続けてまいりましたけども、いっぱいのお客様を乗せて走るのは今日が最後とラストランとなりました。ここまでですね、走ってくれたのも本当にたくさんの方のですね、助けがあってのことだと思います。1922年ですね、牽引する機関車586-54号機がですね、動揺ありましたけども、国鉄時代にですね、大事に扱っていただいたおかげでですね、先輩たちが扱っていただいたおかげで、今日まで走れたんじゃないかと思いますし、引退後はですね、熊本県の矢掛の駅の横にあります展示場で保管をされておりましたけど、大切に手入れをしていただいたおかげで復活することができたと思います。また、SL ステーションですね、2回復活を遂げてますけども、復活のたびにですね、JR 九州、グループ会社、また協力会社の皆様がですね、いろんな知恵を出し合って、何度も復活することができました。そして、日々の運動でですね、たくさんの社員が、グループ会社の社員が、その力を発揮してくれました。機関士、機関助士、車掌、客室乗務員、そして整備ですね、特に整備の社員がですね、1台しかない機関車を、翌日の運行に間に合わせるためにですね、いろいろな苦労があったと思います。本当にありがたいなと思います。またそれ以外にですね、整備を走らせるためには路線、電力、信号、駅の社員、たくさんの社員が力を合わせないとですね、動きません。今日もですね、列車を安全に動かすために各駅にですね、また踏切とかにですね、社員、スタッフが配置して安全を見守ってます。本当にありがたいなと思います。そしてやっぱり忘れてはならないのは、ご乗車になられるお客様、そして沿線で応援してくださるたくさんの皆様方のお力だと思います。この応援がなければですね、SL ステーションを今日まで走り続けることができなかったのではないかと強く感じております。ありがとうございます。改めてお礼申し上げます。さてですね、今日が最後ということで、たくさんの方にですね、この雄姿を見ていただきたいということで、通常は、熊本と都市の間を往復してますけども、今日は熊本まで是非ですね、SL の雄姿をですね、その記憶に焼き付けていただきたいなと思います。姿だけではありません。SL のですね、匂いだとか、音だとか、あとはそばに行ったらですね、熱を感じて、全て焼き付けていただけたら本当に嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。最後になりますが、SL の雄姿、54号機を最後までですね、応援してくださった皆様に改めて感謝を申し上げるとともに、ご検証、そして SL ステーションを今日無事に熊本まで走り抜くことをですね、記念しまして私も挨拶いたします。本日はどうもありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました客室乗務員の平野と申します。本日まで本当にたくさんのお客様にご乗車いただき、沿線から手を振っていただき、そしてこのように本日多くのお客様に贈られる SL 教師は本当に皆様から愛された列車なんだなということを改めて実感いたしました。ラストランを迎えるということでとても寂しい気持ちもございますが、
伊勢仁氏はこれからも皆様の心の中で火を灯し走り続けてくれると思います。ご乗車くださるお客様、そして本日お見送りに来てくださったお客様、沿線地域の方々の皆様の思いを背負って最後熊本駅まで駆け抜けてまいります。本日は本当にありがとうございます。それでは金谷駅長、花束の贈呈をお願いいたします。皆様盛大な拍手をお願いいたします。出発合図をお願いいたします。